できます。おはようございます。今日は公式戦前日練習です。で、土曜日なので、いつも通り桃源郷に向かっていきます。今日も最高に楽しい一日にします。練習行ってきます。外れたよ。おはようカンタ。おはよう。カンタ君の奥さんおはようございます。おーす。ピッチピッチチャップチャップランランラン。今日の練習雨でだいぶ体が冷え切ったんで、お風呂でしっかり温まって明日の試合に備えてきました。お腹すいたんで帰ってご飯食べます。おお、忘れ物ですよ。 ありがとう。忘れ物、あの業者じゃないからね。おお、何しよ。今からケア行きます。はい、ケア終わりました。じっくりしっかりやってもらって、明日頑張れそうです。家に帰ってご飯食べます。おい、帰ってきたよ。むさぼってる。むさぼってる。一旦野菜だけ乗せて、オリーブオイルと塩コショウ振って、そっから、ひよこ豆。キヌア、完成。いただきます。いただきます。おはようございます。今日は天皇杯の県予選で、橋本運動公園に向かっていきます。いつもは乗り合わせなんですけど、まあ割と近いので今日は個人で向かっていきます。今日も最高に楽しい一日にします。行ってきます。4つ目に造血作用を聞く。この4つの役割を、およそ200で
ですこの人。誕生日おめでとう。ありがとうございます。おう。チームは勝ちましたが、やっぱまだまだ悔しいです。はい、今試合終わって和歌山市内に戻っているところです。今日の試合は90分出て、試合も、勝つことができました。ただ自分のミスで失点してしまったんで、そこはしっかり反省して同じミスを、繰り返さないようにします。まあ、こういう試合っていうのはすごくメンタル的に落ち込んでしまうんですけど、まあ反省するとこは反省して、ただもう終わってしまったことなんで、もうしょうがないと、頭の中でしっかり整理して、で試合の中でもちろんいいプレーもあったので、まあそこにも目を向けて、次の試合に向けてまた週明けの練習からやっていきたいと思います。まあまだまだ自分の、プレーをアピールしていかなきゃいけないので、また一段と気を引き締めて、取り組んでいきますということで、いつものジムに行ってシャワー浴びてから帰ります。みそぎのスクワットしてきました。はい、今日は、はい、今日の総括は今日はセットプレーなかったわ。なかったな、首です。いただきます。柚子胡椒。Come on.